パチンコの歴史、王者の風格、ユニバーサル 2-1 号機とは、1970年代末期の街道黎明期の頃より数々のマシンをリリース、市場をリードしてきた業界最大手メーカーユニバーサル。1号機から 1.5 号機の時代は、刹那的なフラグ告知サイン、遅れや増やしと称するビッグ獲得枚数激増打法など、高い技術介入性でライトユーザーからプロに至る幅広いプレイヤー層に支持され、各機種ともロングセラーを記録しました。そして迎えた1980年代末期の2号機時代、引き続きシーンをリードすべく、次世代を担うニューマシンをグループ3社から一挙にリリースします。本丸のユニバーサル販売からリリースされたのは、0号機時代からの伝統のネーミングを冠したアメリカーナ X2。 仕様はパチスロの王道ともいえるオーソドックスな A タイプ。2号機から許可された集中薬などは搭載されていません。スペックは BR 両ボーナスがおおむねイーブンな確率配分になっていますが、設定1から4はややビッグ変更、設定5、6はレギュラーがやや高めとなっています。なお設定5、6は両ボーナスとも確率は同じですが、通常時のベースで機械割に差を設けていました。リーチ目はアメリカーナミントなどユニバーサルの 1.5 号機を踏襲したボーナス絵柄のテンパイ型がメイン。通常フラグの成否を問わず、左中と停止させるとベルやプラムを優先的にテンパイさせるのですが、その法則がずれて7やバーがテンパイすればボーナス成立となります。さてユニバーサル系 1.5 号機といえば、先述の通り様々な攻略法で多くのプロに愛されたのですが、このアメリカーナ X2 にも攻略法が存在するのではと話題になったことがありました。発端は攻略情報誌への読者からの投稿。通常ビッグボーナスは普通に消化すると360枚程度の獲得となるのですが、特定の手順を駆使することで最大537枚もの大量獲得ができるというのです。具体的に言うと、変則打ちで特定の箇所を狙いボーナスゲームに突入する契機となる赤ジャック絵柄を外して子役ゲームを引き伸ばすというもの。後の4号機でのリプレイ外しによる獲得枚数アップ打法と同じ理屈です。それはまさに 1.5 号機トロピカーナ 7X やファイヤーバード 7U で長きにわたってプロの懐を肥やし続けた増やしそのもの。またしてもプロの餌食になってしまうのでしょうか。もちろんそんなことはありませんでした。1.5 号機での苦い経験から、ビッグ中のゲーム進行を管理するプログラムは徹底的に見直されており、攻略の余地は一切なし。実際にトライしてみても鉄壁のリール制御に阻まれ、情報に合った手順は全く通用しませんでした。そもそも天下のユニバーサルが総力を結集してリリースした最新2号機過去の失敗を繰り返すはずもありませんよね。続いてご紹介するみずほ製作所のファイヤーバード EX もアメリカーナ X2 と同様、王道を行くボーナスオンリーの A タイプ機。ただしこちらは連チャン性の高さで人気だった先代のファイヤーバード 7U を踏襲し、ボーナス比率が1対2となっています。スペックも表面上のボーナス比率に合わせて全設定にわたってレギュラーの割合が高め、合成確率の高さは当時の2号機の中でもトップクラスでした。リーチ目についてはこちらもユニバーサル伝統のボーナス絵柄のテンパイ型がメイン。ボーナス絵柄が3種類あるためバリエーションも多彩です。そんな新星火の鳥の魅力や思い出について、おなじみのベテランライター A 氏が語ってくれました。2000年の夏でしたか、東青梅の駅前のレトロなホールにファイヤーバード EX が残ってると耳にして、相棒と一緒に打ちに行ったんです。自分も相棒も現役バリバリだった頃はほとんど打ったことがなかったんですが、いやー、ほんとめちゃくちゃ楽しかった。なんせ出目がいい。シンプルなんだけど、それだけにインパクト絶大。アメリカーナ X2 よりも配列が凝っているから、ビジュアル的にもかっこいいパターンがたくさんあってね。とにかく中リールでベルやプラムを蹴落として7がドセン
と転廃した時の衝撃、感動、興奮たるやもう。ちなみに一番好きなパターンはやっぱ左リールプラム付き7からの上段赤点かな。これは後のセンチュリー21やリバティベルシリーズにも受け継がれたパターンで、さらに言えば4号機クランキーコンドルの上段青点のルーツでもあるんですよね。左中でずれたプラムの青と上段に並ぶ7の赤とのコントラスト、惚れ惚れするほど美しいよね。まあレギュラー比率が圧倒的に高いスペックだから、そういったビッグ確定パターンよりもレギュラー確定名ばかりをお見舞いされちゃうんだけど、がっかりなんてもちろんしない。パチスロは当たってなんぼ、リーチ目を拝んでなんぼなんだからさ、そういう意味では最高のスペックを搭載してるんじゃないかと思うんだよね。いやー、ほんとこの日は楽しかったよ。いい思い出をありがとう。ファイヤーバード EX 6号機で復活してくれないかな。さて、先にご紹介した2機種が 1.5 号機の仕様とゲーム性を色濃く受け継いでいたのに対し、2号機ならではの新機軸を盛り込んで登場したのが名刺販売のトロピカーナエース。ビッグボーナスは搭載しておらず、シングルボーナスの集中役パーティーチャンスで出玉を増やす C タイプとなっています。レギュラーは搭載していますが、低設定域においては確率的に完全におまけ的な位置づけ、あくまでメインは集中役で、その当選確率は一般的な A タイプ機のボーナス役に相当する高い値になっています。無限の可能性を秘めた集中役がメインということで、大いに期待と注目を集めた新生トロピカーナ。しかしその真の実力はというと、パンク確率が93から96分の1と高めに設定されていたこともあって、1回の集中役で期待できる獲得枚数は400から460枚程度と A タイプ機のビッグよりも少し多い程度。また出目による明確な集中集約継続サインもなかったため、なんとなく始まりなんとなく終わるといった風にメリハリに乏しいゲーム性でした。結果市場のニーズに合わず、早々に姿を消してしまうことになります。前作のトロピカーナ 7X が大人気ロングセラーだっただけに本当に残念です。最後に貴重な沖縄向け 2-1 号機もご紹介しておきましょう。伝統のアップライト筐体に沖縄の空と海をイメージさせる明るいブルーを基調としたパネルが美しいトロピカーナ37は名刺販売のマシン。本土仕様のトロピカーナエースが斬新な C タイプだったのに対し、こちらはオーソドックスな A タイプ。ボーナス比率は1対1でアメリカーナ X2 の沖縄版といったところ、連チャンが高くゲームの波は非常に荒かったそうです。まあ当時の沖縄は何でもありでしたからね。続いては本家ユニバーサル販売のアップライト型機ボーナスパーティー。鮮やかなグリーン基調のパネルにはレトロなジュークボックスやネオンサイン風のロゴが描かれており、古き良き時代のアメリカのムードが満点です。仕様はシングルボーナスの集中役パーティーチャンスで出玉を増やす C タイプ、つまりトロピカーナエースの沖縄版といったところですね。保守的な傾向の強い沖縄のスロットファンに C タイプのゲーム性は果たしてどれほど受け入れられたのでしょうか。非常に気になるところです。最後は水穂製作所のファイヤーバードフラッシュ。当時の沖縄向けマシンとしては珍しい箱型筐体となっています。仕様は本土向けの EX と同様、ボーナス比率1対2の A タイプ。スペックは不明ですが、おそらく EX と同レベルか、あるいはさらに荒波仕様になっていたかもしれません。伝統を色濃く受け継ぎつつ、2号機ならではの新機軸を盛り込んで登場したユニバーサル系 2-1 号機たち。残念ながらいずれのマシンも市場を席巻するほどの大ヒットには至りませんでしたが、次の 2-2 号機では様々な仕掛けによって一大センセーションを巻き起こすことになるのでした。パチンコの歴史、王者の風格、ユニバーサル 2-1 号機とはご紹介いたしました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。